パワフルプロ野球。はい、ではパワプロ2024マイライフ5月23日、レギュラーになったところからですね。なので試合はちょっとなりきりでやっていきたいと思います。まあ、まずは練習だけど、今日は試合のない日かで、ホークス3連戦からの、外野手獲得、新人外国人選手、まだ練習できんな。さあソフトバンク戦、なりきりプレイ。2位のソフトバンク、3連敗中です。うちは荻野さん出てんな普通に。誰だあの外野として起用されなくなったの。佐々木朗希か。今日は勝ちたいね。ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、7回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は右の佐々木、対するホークスの先発は右のスチュワート・ジュニア。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく。さあそして守備、これどういう時に回ってくるの。右の佐々木、これが8試合目の登板。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。初回じゃん、頑張れ。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは柳田。1番なんだ今。いや怖っ怖っ、フルカウントからの、おお、これじゃない、危ねえ怖っ。マジどういう動きすればいいんだよ。ツーアウトランナー1塁という場面で山川、怖いですマジで。第2球投げました、打ちました、ファースト左横のフライになりました。ファースト落下点、ファーストか、もう全然わかんねえわ。あ、でもあの赤いのがちょっと最後の方見えたけど、あれが落下点かな。残念に終わりました。マリーンズ立ち上がりを無得点に抑えています。怖いですマジで。守備機会よし、行ってる。またホークス中村、展開で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で中村、これちょっと試合の、あ、来た、おお、サード怖怖いしか言ってないけどさ。同点のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは、あれ今セーフだった、一打同点のピンチを迎えています。あ、投げた、あれか、空振り三振、アウトだったけど進塁打だったのか。ローキー、さすが佐々木。ツーアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。これ毎試合ちょっとやってるとだいぶ時間かかっちゃうな。そして打席、あー、ツーアウトか、ちょっと、マリーンズ、つなげるか、長打か、長打だな。投げた、初球打った、ショートが右、オーケー、これもこうなるんだ。中継、いいバッティングを、いいバッティングだったかどうかはちょっと怪しいけど。ホークス、なるほどね、これ3試合目っていうか、その、まあ、3連戦とは、おーい、待ってよちょっと待って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 、中継、牧原ツーベースヒットを放ちました。こう本角度で見られてもわかんねえ。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。いやマジで来んなよ。投げた、打った、おっ、ローキー、おっ、これゲッツーでしょ。あ、ゲッツーっていうかあれか、ツーアウトか。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁。あれワンアウト、あれ取れたの。山川、第一打席は内野フライに倒れて、おおおお、これはセンター、あ、右中間、やられた。見よう、これちゃっと、おお、ボールを追う、あ、動かせるわカメラ。タイムリーヒット、さあこれでツーアウトランナー一塁。ホークスやりました、これで勢いがつきそうです。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。なるほど、完全に右中間やられてんな。はいはいはい、ただまだまだいいね、いいね、いけるよ。これも返したいな。第1球投げました、低め、おー、150キロ。第2球投げました、これだ、ジャストミート、一塁線フェアだ。まあいいや、一塁ランナー3塁、なんか怪しいヒットばっかりだ今日。ナイスバッティングです。マリーン勝ち越しのチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。どうだ、ダメか。佐々木降板、右の小野、これが8試合目の登板。
ホークス打線、同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で山川打ちました。サードサード、これ内野手とかマジやりたくねえな絶対反応できないんだけど。残塁に終わりました。5回の表が終わって2対2です。あー、これはまあ守備か。なんだ、ここで勝ち越しを許すわけにはいきません。打率だいぶ低いな。ランナー2塁という場面で回第2球投げました。高めボール球打った。藤岡ボールを取る。ちょっと上に逸れた感じがするけど、柳来た。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。みんな燃えてんな。サードありがとうございます。あ、大丈夫か。サード送球それた。サードのエラーが記録されます。マジか。ここが試合の分岐点となりそうです。マリーズ外野は押さえてくれ。あっと引っ掛けた。1、2塁のゴロ。2塁ランナー3塁へアウト。マリーズなおもピンチが続きます。まあ今日2本のヒットを放っている近藤。シュートだ。待ってこのバックホームうんこじゃん。タイムリーツーベースヒット。マリーンズなおもピンチが続きます。ホークス見事チャンスをものにしました。これで長野さん、俺の動きどうなん。これ動き自体は反応は悪くないよね。ただ俺の守備力がしょぼすぎたっていうだけ。これ打席で返すよ。やっぱり第9投げました。初球からバスト当たり損ない。2塁へトス。絶対ゲッツー入るよな。アウト、ゲッツー。毎回第4打席藤井交番。もういいね。そして最後はマリーズ。まあ塁に出ることが投げた優先かな。打ちました。初球打ち抜けた。いいバッティングを見せます。もう最後1点取ったけど、マリン惜しくも逆転ならず。しょうがない。さて本日のヒーローは山川今日3打点を挙げる活躍を見せました。なりきりちょっと、まあ面白いは面白いけど時間かかっちゃうから、毎回ちょっとやってらんないな。その連戦のうちの1回だけ最後にしよう。おお、上がった。でも守備も目標にしてほしい記録、青バット1、1試合に4本打つ、安打4本、まあやっておこう。でいけるっしょ別に。なので今日のソフトバンク戦はじゃあ普通に試合しよう。俺の守備がミスって負ける可能性大いにあるからな。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、8回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は右の西野、対するホークスの先発は右の坂東。以上の両先発。さあ今日はバッティングに集中しよう。チャンス、ツーアウトかってことはやっぱりミートを広げてアンダーを投げた。真ん中見逃してストライク。初球ストライクから投げた。外カットボール、ヒット。第3球を投げた。これは打ちました。今のは なんとなく分かった。いいんじゃん。佐藤一気にホームへ。ちゃんと変化球を打ちつつもチャンスをものにする。なおもチャンスが続いています。リプレイをご覧ください。いいバッティングだよ。これこそいいバッティングだよ。OKOKOK。 今日勝ちたいね。さあ第2打席、まあ、こういう時は一発狙っていいでしょう。第9投げた。こういうのね。 OKOK。 ど真ん中だからね今。 OK2 号、今シーズン第2号ソロホームラン。右中間スタンドに突き刺さった。見事に初球を捉えました。よし。マリーンズリードを3点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトの祝福。右上にこうなんか出てるのかっこいい。先ほどのプレーです。まあ、毎回試合で出てるんだけどさ、なんかこう臨場感があって、おい1点取られてんやっけ。よし追加点。第3打席、ここもまあいいんじゃないですか。一発狙ってきて、ああもうすげえめっちゃ狙い球だったな。見送りました。さあ次の投球投げました。ストレート。
第3球を投げました。こういうのよ、全然ダメだ今ちょっと芯ずれてたか。ナイスバッティングです。お、今日、おわ、でも点めっちゃ取られてるチャンス、ツーアウト。いや、今日はね、もうノリに乗ってるから行くよ。え、三塁、三塁だ、もう俺の足じゃ無理だよ。サイクルヒットとか言うけどさ。第2球投げました。あー、カット。第3球を投げました。カット。打った、ファールボール。第4球を投げました。これ、打った、痛烈な当たり。いったか、三塁だ、いけんじゃん、入らなければ。いや無理だよ、足遅すぎるでしょ全然無理だわ。三塁打はさすがに無理だな、この足の遅さだと。さあ、リプレイです。三塁打よっぽどだよね。なんかもうライト線に飛んで、かつ守備がちょっともたついてみたいな、前進守備で外野がかつもたついてじゃないと絶対無理だ。勝ちたい、今日は絶対勝ちたい。オッケーオッケーオッケー。見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍で、6回3点ってことはご覧いただきましたように、まあまあまあ、でもね、マリーンズ勝ちました。勝利投手だし、いいでしょう。投手は西野、敗戦投手は坂東。マリーンズ今日はいい戦いを見せてくれました。この流れで次のゲームにも期待しましょう、うん、頑張ろう。快勝。西野さんが4勝目で、ミカミックス2号ホームラン、中村さんも2号ホームラン、柳田すげえな、やっぱ7号出てるわ。4安打、いいね。粘り打ち、チャンス、ダメ押し、対ストレート、対エース、いろいろついたな。で、先陣青バット、速攻でクリアした。やっとミート上がったよ。あ、またか。10塁打、そんなん無理でしょ。これってさ、ダメだったらどうなんの。ミスターツーベースだからさ、もう足遅いんだって俺。まだあんのかよ、青ファットに1試合に5本って言ったら、そもそも5回回ってもらなきゃいけないじゃん。あ、どれかか。なんかどれも無理っぽいけど、ちょっとやめとこう。なんかあんまり意識したくない。いきましょう。いや最高っす、最高で寝る。今日は頑張ったからな。さあ、お金全く使ってないからな、金がめっちゃ増えてく。だって5月の段階でもう200万だよ、すごくない、野球選手。なので今日もちょっと普通に試合をプレイしていこう。メルセデス。お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、9回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は頼れる助っ人メルセデス。対するホークスの先発はエースの東浜。この両投手の投げ合いです。エースか、だいぶ調整悪かったけどね。2点2点か。チャンス、お、満塁、しかもノーアウト。これはこの絶不調エースを叩き潰す。ちょ、言い方悪いけど、第9、ちょ、待って待って、うわー、ど真ん中にカーブか、めっちゃ狙い球だったけどな。でもこれよ、最悪なんだけどこれ浅すぎだ、無理だ、すいません。チャンスを生かせなかった。でも4点取ってくれた。マリーンズ、このもう変わってるよ。じゃあ、いやーダメだな、センターフライ、こういう日もある。今度せめてさっきこれくらい行ってほしかった。これでワンアウト、ランナーはありません。あー、めっちゃ点も取られてんな。マリー、もういいや、一発狙ってきよったら。投げた、危ない球。第2球投げた、これ打ちました。これは内野へのフライだ。いや、なんとなくスライダー系かなっていうのは分かったけど、またよし、ちょっとミートが小さいかな。お、あの時打てなかったのがちょっとやっぱり悔いが。いや、これは狙う狙う狙う。投げた、どうだ、これは強烈、入れば入るか、よし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 、逆転。今シーズン
狙っていけるな。これはもう値千金でしょう。チームメイトが迎えます。これ9番バッターの割にはめっちゃ活躍するよね。この9番バッター怖えとか思われてるかな。よし、勝った、勝ち切ったよ。終わりよければなんとやらだよ。マジで最初全然しょぼしょぼだったけど、最後の一発だけで全て帳消しになったと思う。さすがにね、まもなくインタビューが始まります。ちょっとヒーローとまでは、まあ、それは言わないけどさ、言わないけど、まあまあまあ、いいんじゃないの。怒られることはないでしょう。おお、ポランコさんも打ってるし、荻野さんも打ってるし、1号出てんじゃん。柳田また打ってんだ。まあ、4打数1安打、まあ、確かにね、逆転だ。そうだよ、もうこの一発で全てが帳消しになるよ。今までのチャンスは下がってるけど、しょうがない、それはしょうがない、わかるよ。打てなかったもん、あの満塁の時。さ、パワーもそろそろ1上がりそうだな。で、交流戦が始まるのか、次から。よし、好調になった。ルーキーチェック投手高島、うわ、防御率ゼロって、これ何、投げちゃんと投げてる疑うようで申し訳ないけど、 6.75 結構打たれてんな。 8.44 ほら、3本塁打15点、打率5割6分とか、5割6厘、三上です。1割いってないのか、悲しいな。やったぜ、ファンめっちゃ増えた。まあ、確かに最近の活躍目覚ましいからな。交流戦だからセリーグ全然見てないからね。まあ、ちょっとセリーグもチェックしながらいきますか。パワーようやく上がったよ。でここはちょっと普通に試合プレイして、交流戦首位、そりゃそうだよね。ここでちょっと勝率上げていきたいよ。大島さんか。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対、おお、明治神宮セパ交流戦、ヤクルトスワローズ戦だからか。お送りいたします。スワローズの先発は静かなエース小川、対するマリーンズの先発は左の小島、この両投手の先発が発表されています。さあ、ちょっと全体的に確認していく。じゃあ今日投げてる投手、小川投手 147BC、 カットフォークサークルチェンジ、寸前バツがついてる。で野手的には塩見、あー、めっちゃバランスいい、普通に、ってかめちゃ強えな。盗塁走塁送球も何でもできんじゃん。パワーも限りなく B に近いし、三振があるけど、いや、めちゃくちゃすごい。山田プルヒッター、ハイボールヒッター、いい、足も速い、てかめちゃ強。サンタナ、サンタナも広角だ、ラインドライブ持ってる、かっこいいな。4番は村上、あ、村上ってあの村上か、パワーヒッター持ってるわ、パワーヒッター広角だ。足も結構速いじゃん、強いな。北村選手はまあまあまあ能力も高いよね。やっぱ C あるのがすごい、パワーとさ守備両方 C あるのがすごいな。まあ DDDD これでも強いよ。あの特殊能力結構ついてるし、俺もう目指すのは青木選手だな、外野。このくらいっていうのもなんか失礼だけど、まあ、まずオール D くらいこう目指していきたいよね。早急 B、肩強っ、竹岡総力。ショートにしては、うん、守備 D か、まあ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 、でもっていう感じだな。なるほど、強いな、みんな強いな。さあ今日も一発狙っていこう。真ん中決まってストライク、カットボールか、やだ、見送りました。第2球完全に外れたボール、
投げました。3球目空振り。ちょっと外されるのかな、やっぱり。次は4球目投げました。人今はねフォークかなって思った。ちゃんと第5球これはストレート打った、引っ張った、切れていきます。ファール。ちょっと早いのか。第6球を投げました。ちょっと遅かったけど、まあ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 。レフト前クリーンヒット、ボールが点々と転がっている。中継ランナー2塁でストップ。え、いけるこれ、遠いね。マリーンズ1点先制、1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ちょっと守備の動きが良くなかったよね。あ、1点取られちゃったよ。まあまあまあ、マリーン、ここは俺が追加点をまた投げました。しまった、打ちました。カットボール、危ねえ。第2球投げた、フォーク。第3球を投げた、あー打った、打ち上げてしまった。キャッチャー落下点、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト。もう1点ちょっと欲しいよな。増田さんが今投げてたな、多分。あれ、そうだよ、打ち。第1球投げた、ストライク。ああ入ってきたか。見送りました、高めのフォーク。さあ次の投球投げた、打ったに当たりだ、うん、まあ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 、とりあえず塁に出る。いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の、いけるか、よし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 、マリン1点差で逃げ切りました。オッケーオッケー。さて今日のヒーローは小島さん、小島安打3か、すげえな、活躍でした。ありがとうございます。今日も勝てました。まあ俺も1点取ったからね、いいところで打てたよ。3勝目3の2、1打点、3連勝。そして寝よう今日は。あ、だいぶ試合続くな。6連戦、お、みんな調子いいぞ。そして今日は種市さん、向こうもみんな調子いいな。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対千葉ロッテマリーンズ、セバ交流戦2回戦の模様をお送りいたします。スワローズの先発は左の高橋、対するマリーンズの先発は右の種市、以上の両先発。さあよし行こう種市さん。お、いいね、援護がすごい今日は。俺も援護するぞ。2回の第9、左か、投げた、初球に送ってストライク、いきなり150キロ。1球目ストライクから第2球投げました、はい、打ちました、はい、ダメ。センター前に入る、はい、とか言ってみながら、浅いフライになる、センター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。お、めっちゃ援護してあげてる。チャンス、いやこれは最後犠牲フライでもいいってことでしょう。第1球投げました、ストレート、いや際どい、きなり155キロ。さあ次の投球投げました、うぅ、サイドチェンジ。投球は3球目投げました、ちょ待って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 、あ、落ちろ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 、落ちない、浅い、これはさすがに浅いな。これで2アウト。いやチャンス最近ダメだな、1点取れちゃった、まあしょうがない、1点はしょうがないよ、だってチャンス。2アウトか、マリーンどうする。いやこれはもう投げました、初球終わってんだけど、左へのゴロ、山田ボールを掴んだ、2塁アウト、3アウトチェンジ、最悪だ今日は。結局ランナー2人残塁、5回の表が終わって、まあまあこんだけリードしてれば、ほらいいじゃんいいじゃんいいじゃん、少なくとも勝利投手にはなるよ種市さん。マリーン第9、ちょっと待って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 、山田取った、どうこれだって無理だよ、アウト、これで2アウト。いやー悩んだもんな、足速ければいけんだろうけど、ちょっと待って今日どうなってる、めっちゃチャンス潰してるよね。マリーチャンスをものにできるか、え、ディフェンスポイントとか言われてもな、スワローズ内野陣は、いや俺はでも強振でいくよ今日は。外れたボール、第2球投げた、見送ってストライク、第3球を投げた、いやストレート、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、ストレートはボール、第5球投げた、打ちました、三遊間のゴロ、これゲッツーにはならない、ボールを取る、ショートから一塁送球、やっぱミート開いていこう。マリーン大差で勝利しました。
みんな頑張ってくれたから。さて本日のヒーロー6打点とか、岡さんさすがです。岡さんがどこのポジションだか分かんねえんだけど、自分のチームのポジションを把握してないからね。おー、いいね、タネヒさん5勝目、6号ツーラン、違う6回2号か、2号ホームラン。村上とかもう15号打ってんの、すごい。山口さんも7号打ってるし、今日はマジで怒られる日だよ。もう全てのチャンスを潰しに潰したから、マジ最悪の日だった。ちょっとまあパワー強化をやっていきますか。ちょっとこのヤクルト戦は普通に試合しよう。ちょっと時間的にあれだな、多分1回につき1回くらいだな、あのできんのなりきりが。佐々木朗希、明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対千葉ロッテマリーンズセパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の小澤、対するマリーンズの先発は右の佐々木、この両投手の投げ合いです。さあ、また点取られてるやんけ、佐々木朗希。ちょっとまず塁に出よう。これは第1球投げました、打ちました、初球打ち、狙い打ち、センター前のヒットになります。よし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 、ナイスバッティングです。続かないか、チャンス、ノーアウト。これはでもちょっと強振でいくよ。第9投げました、どう、打ちました、痛烈、入れば逆転だ。オッケーオッケーオッケー、逆転スリーラン。強振はね、これがあるからね、一気に全てを帳消しにできる。昨日の出来事とか言い訳だけどさ、どうだろう、朗希頑張れよ。この後今の逆転のシーンリプレイでご覧ください。セブンイレブン、つば九郎がいる。おお、いいね、続いた。そしてまたチャンス、ワンアウトか。これも強振で狙っていこう。第9投げました、まあまあまあ、なかなかいいとこだったけどな。これは高め、一気に追い込まれんな、これ。追い込んで第3球を投げました、打ちました、抜けない、いや最悪。もうなんか極端だよね、いいのか悪いのかみたいな。最悪でした。まあ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 、勝てば OK だから。いや勝てば OK って言っても、ああ点取ってる、チャンス。これどうしよう、普通に返すか。投げました、スリットから入って。第2球投げた、打った、痛烈、よし、これはいけるでしょ。ちゃんとね、中継、マリン1点追加で、8対4、バッターランナー2塁でストップ。先ほどのプレーです。これ結構初球にも強くないか。初球じゃねえや、スプリット見てるんだ。あれでもなんだかんだで3連勝した、スワローズ戦。おお、4打点、まあそうだよね、逆転スリーラン打ったから。ありがとうございます。勝利投手は東、敗戦投手は小澤。もう昨日のことはちょっと忘れてください。これから頑張りますんで、次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、これ明日からお伝えいたしました。阪神3連戦明日からってことは、今だって明治神宮ってことは東京でしょ、向こう行かないよね、来てくれるのか、ホーム戦かじゃ多分。逆転だ、8回のチャンス、5連勝、初球チャンス、ダメ押し、ハイストレート、いいじゃんいいじゃん。あ、また記録か、チャンスはお任せ、もうダメだよ俺、チャンス6打点とか。1試合4本、まあ青バットが一番やりやすいのかな、これにしとこう。
いい働きだったぞ。ありがとうございます。行きましょう。さあ、そして、今日から阪神3連戦が始まりますけれども、これどういうあれになるんだ。リーグ記録、順位表、おお上がってる。これはどういうあれだ。試合数が少ないからか、なんかうち楽天より勝ち数少ないけどなんか4位に上がってる。残りゲームが多いからか。はい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 、勝率的な問題か。なるほどね。あ、でも結構だいぶ近づいてきたな。いやー、でもオリックスバファローズ強えな。でも結構いい試合してるんじゃん。ちょっとセーブだけマジで置いてかれてる感あるけど、まあ今日もねなかなかの活躍で、ちょっとなりきりは時間かかるんで、ちょっと1動画につき1回くらいかなと。ちょうど今まで30分くらいなんで、まあ、大体30分くらいでまとめたいと思うので、まあ、今のペースでちょっと今後やっていこうかなという感じで思ってます。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。